古代の帝王らがこぞって求めた仙道の秘宝、丹薬。秦の始皇帝も自らを不老不死とするため、その禁断の薬を望んだという。しかし絶大な力を与える丹薬は世に災いもなしたとされ、秦が倒れた後も戦や権力をめぐる暗闘の陰には必ず丹薬があったという。時は流れ、漢王朝が衰微した今、再び丹薬の輝きを帯びた暗雲が世を包み、各地の眠れる竜を目覚めさせようとしている。天下大吉。天下大吉。お助けくださりありがとうございます。あなたの傷が癒えてよかったです。見つけたぞ、不死の丹田を持つ者よ。これでようやくわしの宿願も叶おうて。あなたと一緒なら勝機はあります。その曲はお守りと思ってください。あなたの窮地を救ってくれるでしょう。これ以上の非道は許せません。行きましょう。加えた木から生成した薬です。傷を癒す効果がある。この矢を乗り込んだ。さすがですね。見込み通りです。Hey!
気の高い相手をあなたと。この村の王様の屋敷です。むごい。黄金の年老いた相手にも容赦がないようです。のために立ち上がったはず。今では罪なき人を襲う強くになり下がってしまったようです。一体何が彼らを。なんだてめえら、俺たちに歯向かうやつは生かしちゃおかねえ。牛キャラが練り潰してやる。Yeah!
かって。じゃあできるようだな。私が盾となります。今のうちに手当てを。最後までご油断なきよう。まだまだ。ちくしょう。なんでこんな凄腕が嫌がるんだ。俺は人工将軍大剣漁師の弟。兄者の信頼を裏切るわけには。見事は勝機をつかみましたね。これで村も救われ。我が手に。何を。落ちよ。王竜、噂にたがわぬ力よ。あなたはこの乱世を治めるのに必要な人。死なせはしません。
道を開けろ。うっ、逃げろ。ご長が敵に。喋るな、傷が深い。先に陣に戻れ。先ほどは失礼した、義勇兵か。ならば今よりその勇気を拙者に重ぬか。拙者は公孫さん殿の兵を預かる長軍、あざなは紫龍と申す。この唐山は黄金殿に占拠された。腕に覚えはあるようだが、一人では心もとなかろう。探りに出た戦友が戻らぬのだ。その任を買って出たのだが、行方がつかめぬ。見よ、飢えて抗う力さえなかったのに。黄金の隙にさせておっては国全体が焦土となってしまう。
奴らの今日をつける手段がないものか。奴らの強き意志拙者とで脅威を覚え、その力はうまく己の流れと動きでは時代に立つな。さすがだな、力を受け返す技体得していたか。敵の士気も大いに揺らごうぞ。ここは我らで迎え撃つぞ。今までの敵とは一味違うようだ。油断いたすな。
よく戦ったな、友よ。貴公の戦いぶり、実に見事だった。これほどの強者が無名でいたとは、今まさに天に昇らんとする竜を見た思いよ。功を競い合った友は、別れ際に笑顔を残し、戦場に散った。守るべきもののため、拙者はどこへ向かうべきか。竜のごとき強者よ、貴公は道を示してくれた。この超死竜、乱世を貫く、そうしたらん。たとえ百万の軍勢を押し寄せようと、麒麟のごとく太平への道を切り開かん。行こう。この山を奪還し、友の無念に報いるぞ。